どうもお疲れ様です。今回はコインチェックの、NFT についてちょっと考えてみようかと思います。今コインチェックっていうのがね、暗号通貨の取引所でありますけども、ここが NFT をやってるわけなんですよ。でまたですね、チャット GPT が答えてくれている NFT の将来性なんですけども、このように書かれてますね。NFT はデジタル資産の分野で新しいトレンドの一つですと。で NFT やアート、音楽、ゲーム、スポーツなどさまざまな分野で使用される可能性があります。デジタルアセットの所有権を証明することで著作権やライセンスなどの問題を解決することができる可能性があります。 NFT を使用することで作品の販売やアーティストのインカムなど新しい収益モデルを提供することもできますと。まさに目論んでるのがここなんですけどね、著作権を守りながら収入を得ていくっていう形で、今まで不当に二次利用などで利益を得ていた人を一掃する効果もあるというものなんで、著作権者にとってはものすごく、ね、有益なものなんではないかなと思いますね。で、来て NFT はまだ新しい技術であり、将来的な影響や可能性に関しては不確定要素が多いものとされています。また NFT 市場は非常に、流動的であり、将来的に変化する可能性もあると。で結論として NFT には将来性があると考えられていますが、まだ確定判断はありませんということですね。まあ、こういうふうに答えてもらってるんですけども、コインチェックの NFT はどんなものがあるでしょうか。例えば今回発売されてるのがこういった感じですよね。世界の終わりからっていうのがあるみたいですけどもね。でこちらを作っているのがこの方です。キリア和明さんですね。キリア和明さんの提供する映画作品が NFT 化されてるっていうことになります。この方はシンガーソングライターの宇多田ヒカルさんの、元旦那さんということですね。今は別れてらっしゃるんですかね。はい、それで内容に入っていきますけども、コインチェックからこのように出てます。コインチェックが提供する NFT マーケットプレイスでは、本日より映画監督であるキリア和明氏が率いる、こちらが発行する NFT 世界の終わりからの販売が開始しましたということですね。その他詳細が語られてますので、よろしかったら URL をクリックしてみてください。でさらに進むと、販売および特典の詳細って書いてますよね。販売元がキリアピクチャーズ合同会社と。で販売価格が 0.33 イーサーということなんで、まあ結構安いんですかね。今20万くらいで推移してると思いますけども、まあそのぐらいなのか、 0.33 ですからね。でイーサリアムでの販売となりますということですね。で970個同時販売されるということなんですけども、どのぐらいの量になるんでしょうか。こちらですね、こういった映画のワンシーンがそれぞれ 0.33 イーサリウムという価格をつけて販売されているということですね。この映画のワンシーン、誰か欲しがる方いるんでしょうか。なんかそれほどまで欲しいと思えるようなもんではないような気がしますけども、これもそうですよね。これを買ったとして一体何に使うんですかね。見るんですかね。ちょっとまあ謎めいてますけどもね、やっぱり NFT の価値っていうのは。まあ今回ご紹介するのはこんな形ですか。 0.33 イーサリウムで、キリアなんとかって人がね、出ている NFT がコインチェックから販売されているということでございます。やっぱり NFT っていうのはこの有名人が出してからこそ意義があるのかなと思いますよね。中にはね、なんか誰か分かんないようなものが NFT 化されていて、それも流通している場合もありますけども、やっぱりその NFT をつけてまで利用したいと思えるようなコンテンツっていうのがこれから出てくるといいんですけども、さあいかがでしょうかね。じゃあ以上ですね。